こんばんは。4月5日午後7時です。第545回ですか、しゃべくり祭の時間になりました。今日の祭りなんですけども、ね、寒かったですね。昨日は暖かかったんですけどね、昨日よりね、なんか10度ぐらい下がったみたいですね。今日10度いかなかったみたいね。本当今日布団つけてましたね、寒くてね。そんなような祭りです。今日はですね、日常財産部の副運営委員長さんでいらっしゃる山本さんにおいでいただきました。山本さん、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に今日はね、お忙しいところ本当にありがとうございます。当然山本さん、今ご紹介いたしましたようにですね、日常財産部の副運営委員長さんということでいらっしゃるんですけども、はい、いつから就任されたんですか。はい、令和2年は昨年の12月ですか、12月から、運営委員を拝命しまして、それまでは、3期12年にわたって財産部議員を務めていただきました。議員と運営さんとは別なんですね。議員がですね、制服を合わせて、7名、うん、運営委員が制服を合わせて5人の計12人という形ですね。財産部の人数です。活動は、まあ、皆さんで、はい、まあ、名前が違いますので、議員というのは、まあ、言うなれば立法府、運営委員が行政ですが、まあ、12人のもんですから、みんなで手分けしてですね、まあ、名前はそれぞれ違いますが、みんな同じ仕事を協力してやってます。わかりました。はい、これは日常の山ですか。日常の山を遠くから眺めた写真になりますね。いいですね、山はいいですね。ね、雄大でね、山行くとね、心が晴れます。そうですよね。ここでそのもうそろそろね、5月になるんですけども、皆さん、この時期っていうのはなんか一年の中で一番の最大の行事といいますか、イベントがあるらしいですけど、これですか。これがね、緑の少年団による、まあ、育樹祭ということですか、はい、当然5月の中旬に行われるんですが、西条小学校の高学年による緑の少年団、うん、それに、各地区の役員さんですね、区長さんをはじめ役員さん、財産区議員、PTA のお母さん方、お子さん方、それから長野市、長野県の担当者の方、長野森林組合さんとか、総勢5、60人集まってですね、植樹祭、まあ、カラマツとかですね、ヒノキ、杉、そういうものを植樹するわけです。緑の少年なんてこれ有名ですね。私も聞いたことありますよ。はい、昔はですね、いろんな地域に緑の少年なんてあったんですが、そうなんですか。やっぱり山っていうのがやっぱり見捨てられている中で、本格的に活動しているっていうのはやっぱり日常、まあ、だけというのは語弊があるんですが、非常にこの地区では私たちやっています。これは何されてるんですか。まず食事をする前にですね、食事の講習会を今その先生役の人がやってるところなんですね。山なもんですから畑と違って上手に植えないと木が枯れちゃうんですよね。ですからこのように植えろという形で今講習をしてます。これ前の写真に戻るんですけど、はい、山本さんどっかいらっしゃるんですか。子供の向こうに旗のね、左側、2人目ですね。あ、この方ですか。はい、あ、この方は宮本さん、はい、あ、そうなんですか。これはそうですね、はい、すいませんでした。はい、で、こちらもこれは見ての通りね、大人と子供がペアを組んでそれぞれ木を植えております。あ、非常にね、下にいろんな形で木も転がってますしね、条件の悪いところでみんな頑張ってくれてます。ここになんか木が、なんかこれ増やし替えが入ってる。それはね、苗が入ってる袋ですね。結局ほら、袋が枯れないように、植える苗をね、そこにその10本とか20本とか入れて持ったってわけです。あ、そうですか。これはこれもそうですね、今女の子が一生懸命手でぐっと植えてるところを
どこかが、ね、見守っていただいて、ね、自然に触れていいですね、はい、こういう活動はね。でこの子供たちも ね大きくなった時にね、うん、この山のこの木は私たちが植えたんだっていう、あ、いいです ね、それもねまたね、あの大きくなって見に来てほしいと思ってます。そうですね、はい、やっぱり自分で植えた木っていうのはやっぱり愛着がありますね、はい、と同時にこの入り口にはね、あの第何期の植樹祭というふうに、ん、あのそれぞれ木を、あの旗をた、あのね、札を立ててますので、ね、見ていただいてね、いいですね、大人になったらぜひ来てほしいです。そうですね、はい、これを植えてるところですね。これは植えてるところをちょっと上から眺めてるんですが、うん、こういうあの非常な急斜面で植えてるわけですね。大変なところでやってますね。これもそうですね、これもそうですね、角度が違いますけどね、うん、あ、これはなんか古い写真、これはあの会ですね、まあ、昔あの緑の少年団の結団式ですか、うん、これは西尾の体育館で行った写真ですね、はい、なるほどね、素晴らしいですね。あ、これはですか、その他にも何か活動されてるっていうこと、はい、あの財産区としましてですね、うん、まあ、いろんな活動をずっとやってきた中では、あの例えば佐梨田農業高校の林業実習として、うん、生徒で大体160名ですか、これはあの十数年にわたって受け入れてきました、うん、それからあの企業から協賛金をいただきまして、ね、まあ、森に親しむ緑をということでね、うん、民間ボランティアによるパートナーシップ事業、これもあの春秋の2回ですか、これも十数年続けてまいりました。それからあの平成27年ですか、はい、皆さんご存知のあのソムリエの、あの田崎真也さんが、はい、山林整備にということでご寄付をいただきまして、おそのお金を利用して、森林を整備し、グレースの森として今守っているんですね。それがあの道路の左側、こちらの方ですか、それがあのグレースの森として来ていただければ入り口にあの看板器具が立ってるんですけども、ね、ちょっと見えませんけども、そうですか。あとはあの何て言うんでしょう、あの森の里親制度、おそういう中でね、KDDI さん、経済の AU ですね、はい、の人たちに、森のサポートや企業から資金と人的協力をいただいて、5年契約でやらせていただいて、森の里親ってまたいい原因ですね、森の里親っていうのはここでも聞くと思うんですよね。例えば八重銀行でやってる六ちゃんの森、うん、あれもそうですよね、はい、で今現在はあの長野日本無線さんと契約をして、はい、春と秋の2回植樹、あるいはね、あの下草刈りとかね、枝打ち、手入れを毎年やっております。で、ね、今までずっといろんなそのイベントをやる中においてですね、皆さんに喜んでいただいたのは、お昼にあの大きな鍋で豚汁を作って、いいですね、でみんなでお昼を食べる、それからあの山なもんですから、春にはわらびとかふきとか、ね、いいですね、これを取る、秋にはキノコ、これを収穫していただくと、よだれが出てきちゃうんですね。特にあのKDDI さんの場合にはこの管轄がもうなんて言うんでしょう、名古屋のものですから、信州とか大和は全然入ったことのない人が、あのお子さん連れでね、随分見えていただいて、いいですね、本当に思い出を作っていただきました。一杯は何ですか、一杯はまあ家に帰って、はい、そうですね、はい、わかりました。これは何ですか、これはあの、まあ、木の整備をした後ですね、あの列状間伐って言いまして、その木をすいていくんですけどもね、昔は選別間伐って言いまして、あの悪い木を聞いたんですが、作業効率を見る中で、今は列でこう、3本残して 1列切るという形で、列状間伐をするわけです。この今の3、これが3本、1、2、3ですか？いや、あの真ん中にこのずっと道が開いてますよね。あ、開いてません、あのちょっと左右見えませんけどね、はい、そうするとこういうふうに列で切りますと、切った木を上に引き上げる、下ろす、あの集積しやすいわけです。あ、道、道になりますよね。あ、その木をですね、またあの販売して、あの利用するという形で熱状間伐というのが主流になっております。なるほどね。これはあの宮の自然の森の中にある宮の大学の神社ですね、神社の参道の入り口になります。お山も、あの山を守る、そういうことですか、はい、これはだいぶ最近ですか、作られたのは。
これは平成18年にですね、うん、西条財産部発足50周年ということで、記念誌を作ってブラグに全校配布したものなんですね。はい、もう作られましたね。あ、これなんか木が倒れてるじゃないですか。はい、これは一昨年のですね、はい、台風19号、はい、長野県もあちこちで大きな被害が出ました。ここら辺も被害を受けた、はい、あの台風、あの時の台風で山の尾根でですね、金松、50何年生、60年生近い金松がみんなこのように倒れちゃったんです。あ、これみんな倒れちゃうんですか。みんな同じ方向に倒れてますよね。下から風が吹き上げたもんですから、将棋倒しのように倒れてます。これは切ねえの。ねえ、もうね、これも本当にね、これは植えた人からね見ると涙が出る思いだと思うんですよ。でしょうね。自然の力ですから、凄さっていうのはありますね。これはひどいな。そうですか。これもですね、みんなこれ台風で倒れちゃったんですね。ひどいな。まあ、このまま放ってもおけないもんですからね。これはまた全部整地して、植林をし直すという作業が続いている出るわけです。ということで、これは地図は、これは日常財産区の林班図って言いまして、まあ上から、ね、図面で見たものですね。山がこうなっていると、赤い線が林道です。あ、これが、山の中にこのように道が走っていると。まあ、この道の管理をするのも私たちの仕事なんです。なるほど。今ですか、倒れたところはここら辺なんですか。その上ですね。ここら辺ですか。もっともっと左下になるんですが、ここら辺ですか。それが山の尾根になりますから。あ、はい、そのこちらが北ですか。下が南になりますね。こちらが南ですよね。はい、これも同じ場所ですね。これは同じ林班図ですが、そこに植林してあるその木ですね、スギとかヒノキ、カラマツ、これを種類別に色分けして塗ったものです。うん、これも同じですね。これも同じですね。あ、これも同じですね。そうですね。お、重機が出てきましたね。これは先ほど倒れた木ですね、はい、これを片付けてるというか整地してるところですね。うん、これ今吊って木を吊ってるんですね。倒れた木を引き寄せてるっていう感じですか。あ、なるほど。全部真下にあるわけじゃないですから。そうだよね。前方のものはロープでこう引いて持ってくるわけですね。これは重機が入る道を作っている作業道を作っているんですね。あ、そうか。はい、山には道作らなきゃいかんねえもんね。林道から入るにはやっぱり道を作ってまず入ってくるっていう作業が出るわけですね。大変だ。まず道作ってそこから入ってくるんだ。はい、人力とかいかないですからね。あ、これは、これは木を集積したものを、ね、搬出する車両ですね。作った道を、あ、みんなカタピラーですね、これ。そうです。ね、舗装してあるわけじゃないですからね。なるほど。見ての通り下はもう本当に泥で、ね、ね、非常に足場悪いですから。そうだ、トラックに入ってかんね。入れないです。これもそうですね。この道を作ってるところですね。ああ、なるほど。ああ、そう。じゃ後ろの方がこれ道できてて。そうですね、前の方へ道を作るわけです。何もないところこれ作ってくるんですね。こういう中に道を開けてそこに作業道として入って、でないと今仕事にならないですね。なるほど、大変な作業だ。昔は馬とか牛でね、やったんですが、今はこういう機械ですから。なるほど、大変ですね。これもそうですね、後ろの方が道あって。そうですね、こちらは今作って道を作ってるわけですね。そうですね、大変な作業だ。これも木を吊ってますよね。うん、やはりね、結構太いいい木ですから、やっぱり利用しないと、みんなこれを切って市場に出すわけです。これもなんか吊ってますね。
これも倒れた木の。そうですね、倒れた木をこちらにあの集めて集積しているところですね。あ、これも運んでる、運んでるところですね。みんなちょっと立てた、このようにしてみんなの排出するわけです。トラックじゃねえんだ、ピラーだ。あー、これもそうなんですね。はい、すごいな。これ長野森林組合に依頼してね、これやっていただいてます、うん、これは切ってるんですか。木を切ります。あ、今あの掴みでね、切って倒して枝を払うというのを全部機械がやってくれますから。いやいやいや、素晴らしいですね。これはいや初めて見てみましたね。本当に大変な作業ですよね。この整地したところで今年は植樹祭でカラマツを植えるというのを計画してます。あ、じゃあこういうところに、はい、ここにカラマツを植えるわけです。あ、なるほど。こういう下準備というか準備ですか。準備ね、5月の中旬ですね。大変なんですね、はい、あ、いや素晴らしい。あ、すいません、この進行が下手なもんですからもう時間になってしまって、最後にですね、松戸の皆さん、それからあのテレビをご覧の皆様に一言だけ結構なんですけども、何かありましたらお願いします、はい、あの、なんて言うんでしょう、山っていうのは今ね、あの価格の低迷という中で本当にあの見捨てられてるんですけども、うん、はい、でも私たちが生きていく中で、はい、空気と水っていうのは非常に大事ですよね、うん、地球温暖化という中でもやっぱりあの山っていうのは防波堤だと思う、はい、非常に荒れてる山をですね、とにかくみんなで力を合わせて守っていきたいと、はいはい、まあ、私たちあのみんなで頑張ってですね、うん、若い人にできるだけそれを伝えて、なるほど、継続できるように頑張っていきたいと思っています。また今日お忙しいところ本当にありがとうございました。いや、皆さん、はい、初めてね、この西尾沢藩君の皆さんのこの活動を拝見したんですけども、はいはい、大変な作業だね、うん、こりゃ大変だ。皆さん、素晴らしい活動されてますね。宮沢さんもどうでしょう。俺、ダメだと、それから緑のあれで俺、酒飲みって、人様が働いてんだけど、横でビール飲みながら、それらしかったでしょ。それはまずい、それはまずい、リズムって言って、ダメだ、皆さん、俺、生きてんじゃダメだな。そうか、うん、俺は応援するだけだな、頑張れ頑張れ。それはまずいな。はい、はい、ですね、この4月からね、はい、またこの4、5、9、10、土日をね、はい、土日祭日、はい、これはね、松代観光巡りタクシーってな、うん、うん、松代荘からね、増山神社前まで、はい、ずっとね巡るタクシー動いてるんです。タクシーね、うん、それでね、こういうこちらもそうですけど、回るようにね出てってね、これがそう、こちらがね、こちらがね巡るようになって、うんうん、でこちらがその間にあの、サービスの施設ってこれを持ってってね、やるとね割引してくれるっていうことになるんで、お、はい、観光施設松戸荘ね横田家、まああの
文化財関係のね、はい、それでもって今有料でね、やってるところの割引、でもう一つね、埋め手先だけど、彫刻寺入り口でね、食事をのところで降りるとね、うん、食事をするとコーヒーいっぱいサービス、うん、食事珍しくここにあります。おあとはもうすべてね、宝物館から始まってロイヤルホテルもね、お風呂入ってもらうとね、あれですって割引してくれるっていうのがあるんですね。これはね、4月、5月、9月、10月の土日祭日運行をしますという形で、はい、町歩きセンターとかね、観光協会の窓口に置いてありますのでね、うまく活用してもらえればいいかなと思います。はい、そんなことです。はい、わかりました。はい、来週で、来週ですね。はい、来週は、来週はどなた？また私でしたね。はい、はい、ということで来週はですね、はい、今日宮本さんも日常の方なんですけども、うん、来週はね、またまた日常の方でね、うん、今度はね、日常のね、親父会の皆さんにね、おいで、親父会、ね、飲み会も多いから、はい、飲み会飲み会じゃないんだね。あ、そう、残念ながら私はもうそちらの方が大好きなんだけどね、この方たちはね、親父の会のね、その日常小学校のね、うん、PTA とか育成会の広報支援とか、いやね、そのほとんどがですね、うん、その作業、肉体労働なんですよ。あ、なるほど、ね、子供たちの本当に奉仕団体、うん、もう皆さんでね、うん、でやっぱり今言いましたようにね、清掃とかね、いろいろな手入れ、はい、それから本当にそのようなボランティアなんですよ、うん、まあ本当に私らもね、さっきも言って三田さんにはすぐ言われちゃうんだけども、うん、お酒飲むしかいねえ、もうないんでね、うん、もう本当にそういう方たちを見るとまた本当に頭が下がっちゃいますね。もう本当に素晴らしい活動をされてて、それでちょっとねお伺いしましたら、特にこの素晴らしい作業っていうかボランティアはね、私も存じ上げておるんですけどもね、西尾小学校の庭に池があるんですよ。はい、ね、はい、まあそれは大きくない池なんですけども、はいはい、そこがそのいろいろその浄化槽とかみんな詰まっちゃってね、はい、これをその皆さんが見るに見かねて清掃をされたと。これで本当にね、その池を掃除したらね、見違えるように綺麗になったというようなことで、そのようなお話もね、来ていただけるんじゃないかと思うんですよ。ですから来週はね、その、親父の会の皆さん、もう本当に作業ぶりですね、写真なんかもあると思うんですけど、その辺を見ながらですね、活動もね、ちょっと お聞きしたいと思います。なるほど、はい、わかりました。楽しみですよ、来週も、はい、何人来られる？あ、お一人です。お一人でね、はい、会長さん。そうですね、会長さん、吉池さんという方なんですけど、はい、その方はおいでいただいて、はい、お話伺うというようなことなんですけども、はい、分かりました、はい、じゃあそんなの楽しみで、はい、そうですね、はい、それでは来週のしゃべくりましろ、どうぞお楽しみに。お願いします。松代はあなたの街、しゃべくり松代、また見てね。